財前高尾は福岡県音楽郡音楽町出身の元プロ野球選手。宇藤左だ。プロでは育成選手であった。西日本短大復興時代第86回全国高等学校野球選手権大会に出場。高校卒業後、駒澤大学に進学するも2年時の夏に腰椎ヘルニアを患い3年時の秋に野球部を退部した。しかし、 治療の傍らトレーニングを続け、4年時の秋に受けた、読売ジャイアンツの入団テストでは、最終選考まで残った。大学卒業後は、高校時代の同期から誘われ、A で外交代ビ b ブリッツに入団。2010年10月28日、プロ野球プロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから育成後意師名を受ける。 瞬速を生かした高い運動能力とミート力を買われている。2012年4月3日のプロアマ交流戦で首の付け根に支給を受け、第6系椎トゲ突起を亀裂骨折し、復帰まで2ヶ月かかってしまう。結局、プロ2年間で2組での出場もなく、同年10月3日に戦力外通告を受け、現役引退。2012年12月より、 茨城県筑波市の筑波病院で介護のデイサービス部でヘルパーの見習いを始めた。将来はプロ球団のトレーナーになり日本代表のトレーナーを目指している。ありがとうございます。